出場選手に、まあ、意気込み、抱負、メッセージを頂戴したいと思います。まずは島田翔太選手からお願いいたします。では島田選手どうぞ。島田翔太です。自分がこの中で一番若いので若さを出して思いっきり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして対戦相手の朝原選手お願いします。シルバーアックスの朝原です。この素晴らしいメンバーの中に自分を選んでもらって谷川さん、FEG の皆さん、関係者の皆さんありがとうございます。選んでもらったからには一番インパクトがあるいい試合をして一番目立とうと思ってます。63を盛り上げるんでよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして浦部博隆選手お願いします。オスチームドラゴンの浦部です。やっと63キロ級ができたわけですけど、次の大会は自分の身を削ってでも一番派手な試合するのでよろしくします。ありがとうございました。では谷山俊樹選手お願いします。オス谷山ジムの谷山俊樹です。自分がこの20人の中で一番無名なのであとはもう有名になるだけです。全くプレッシャーありません。あとは K1 なのでキックボクシングとは違うのでもうガンガン前に出て前に出まくります。オス。ありがとうございました。続いては西賀喜左衛門選手お願いします。大阪から来ました西賀喜左衛門です。相手のファイヤー原田選手はすごい面白くて強い選手ですけど油断せずしっかり頑張ってKO で勝ちたいと思います。あとずっと K1 甲子園、K1 ユース、あとサバイバーとかでしっかり実績を積んできたんで頑張って一番いい試合して盛り上げてごっつインパクトのある試合をしたいと思います。応援お願いします。ありがとうございました。ではファイヤー原田選手お願いします。J ネットワークのファイヤー原田です。本当は自分正直ここに立たせていただけるほど実力ある選手じゃないんですけども本当こうやって谷川プロレスはじめ本当いろんな方からのチャンスをいただいて本当ありがとうございます。本当キックボクシングってこの階級ってもっと自分なんかよりも本当にすごかったり強い選手って本当たくさんいてなんか自分が少しでも K1 で活躍したり結果出すことでなんかそういうふうにキックボクシング本当になんか自分が本当になんかなんか精神的に構わないんでなんか本当に次にどんどん広がっていってくれればとすごい嬉しいんで、あと本当なんか63キロ本当今回始まってなんか会場に来ていただいた方とかあと映像を見ていただいた方がああ面白かったなとか会場来ておったなとなんか63キロ始まってよかったと思ってもらえるような楽しいなんか気持ちになってもらえるようにあすいません長くなって本当精一杯やってファイヤー原田を貫きたいと思うんでぜひ応援よろしくお願いします。で勝って返します。熱いメッセージありがとうございました。試合も期待しています。では続いて大石俊介選手お願いします。よし、大石ジムの大石俊介です。今回は、すごいメンバーの中呼んでいただきありがとうございます。今回自分のスタイルガンガンいくスタイル前面に出していい試合するんで、応援お願いします。よし。ありがとうございました。対戦相手浦部光也選手お願いします。どうもチームドラゴン浦部光也です。5月若手同士の試合があると思っているので必ず生き残って5月8月世代交代できるような試合をしたいです。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて尾崎圭司選手お願いします。チームドラゴンの尾崎圭司です。当日は会場で竜巻が起きます。皆さん注意してください。応援お願いします。竜巻注意報ありがとうございます。では小宮山浩介選手お願いします。小宮山三兄弟次男小宮山浩介です。尾崎選手は、僕は空手出身なんですけど尾崎選手はテコンドー出身ということで、陰と陽じゃないけどなんかその試合で、また新しいものが何か見れるんじゃないかなって思ってます。皆さん楽しみにしていてください。おっす。ありがとうございました。続いて山本正弘選手お願いします。藤原ジムの山本です。
ファイヤー原田選手よりも熱い試合をしたいと思うんで頑張ります。短めのコメントありがとうございます。では大和哲也選手どうぞ。こんにちは、名古屋の大和ジムから来ました大和哲也です。今回話をいただいて、客観的にどうなるのかなと思ったんですけど、話をいただいて、今回この主張させてもらって、63キロで僕自身が強さを証明できる大会になると思うんで、もう絶対勝ちますとか言いたくないんで、とにかく試合を見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて久保優太選手どうぞ。こんにちは、アンリミテッドジムの久保優太です。このようなチャンスをいただいて本当にありがとうございます。そうですね、当日はDJ 大輝選手はすごい有名な選手なんで、胸を借りるつもりで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではすごい有名という言葉が出てきましたが、 DJ 大輝選手お願いします。前回の試合では熱くなってしまい、練習してきたことは出せずに KO することができなかったので、今回は練習してきたことは出せるよう冷静に戦って、KO を完成させたいと思います。ありがとうございました。続いて強肩竹内雄二選手お願いします。どうも、この日のために日々精進してきました。で、そうですね、頑張ります。以上なんですけど、以上です。ありがとうございました。対戦相手ゆうき選手お願いします。リアルディールの、博多の悪道ゆうきです。63キロということで、自分的には一番動けるんじゃないかなと思ってます。で、精進してきたっていう強肩が今言ってましたけど、一回やってて、俺勝ってるし、もう負けることはないかなと思ってます。やっぱ大会で、63キロ最初ということで、やっぱり注目されると思うんですけど、背負うっていう気持ちは、ないです。ただ、リアルディールはガチンコバトルを売りにしてるんで、パンチとロー、この対決でこいつはやっていきたいなと思ってます。もう勝っても負けても文句なしの勝負ですね。で、やっぱ大会の目標は、優勝と言いたいところですけども、60キロ背負うと言いながら、全然背負いきれてない誰かさんよりかは、いい試合をしたいなと思ってます。以上です。ありがとうございました。竹内選手と結城選手、2008年にライズのリングで一度対戦しています。さあ、続きましては石川直樹選手お願いします。石川直樹です。ようやくこの軽量級が始まります。見てる一般の人が、どうしてこの階級がもっと早く始まらなかったんだろうっていう、それだけの素晴らしい階級で、それだけの人材が揃ってる階級なんで、楽しみにしててください。あと俺は今まで一般の人には届かないけど格闘技ファンに認められる場所でずっとキックボクシング軽量級っていうジャンルを背負ってきました。俺の顔の55針の傷と30歳っていう年齢がその証だと思ってます。あと今日素晴らしい選手が集まったけど、このメンバーの中でメインイベンターに一番ふさわしいのは自分だと思ってるんで、メインイベンターっていうのはヒーローであり大黒柱になれる人間じゃないとダメだと思うんで、5月2日メインイベント俺が要求します。ありがとうございました。では対戦相手渡辺優斗選手お願いします。おっす、谷川さんに名前を覚えてもらっていない渡辺優斗です。そうですね、極真から K1 マックスはもう初の参戦なんで責任は重大だと思っています。顔ぶれを見るとですね、本当にすごいメンバーでなんですけど、自分の持ち味の蹴り技を出せばですね、勝てると思うので、自分の活躍で K1、63キロ級、そして極真会館全体がですね、盛り上がっていけば
いいと思っています、頑張るのでよろしくお願いします。おっす、ありがとうございました。では最後に上松大輔選手締めていただきましょう。お願いします。チームドラゴンの上松大輔です。やっとこの階級が来たなって感じです。判定は絶対ないんで楽しみにしていてください。一番最後なんで全部持っていきたいと思います。ありがとうございました。以上、選手スピーチをお届けいたしました。ではここで皆様からご質問をお受けしたいと思います。